ケルソネソスタウリケの古代都市とその農業領域起源前5世紀における、国会北部のギリシア植民都市、ケルソネソスタウリケの古代都市とその農業領域は、ウクライナのクリミア半島セバストポリ近郊に残る、古代都市遺跡と周辺の農業遺跡を対象とする、ユネスコの世界遺産リスト登録物件である。ウクライナのポンペイとも呼ばれ、 かつてウクライナの紙幣の図案にも採用されたケルソネソスの考古遺跡は国会周辺に植民した古代イギリシアのポリスとそれを支えた農業領域の姿を伝えている点などが評価され2013年の第37回世界遺産委員会で登録されたケルソネソス・タウリケはクリミア半島の古称タウリカ半島のことであるとともにその中心都市の名前にもなっていた 現在のセバストポリ近郊に存在していた中心都市は単にケルソネソスとも呼ばれる。ケルソネソスの歴史は道理や人形の植民都市ヘラクレーアがその地に進出し植民都市を建設した紀元前5世紀後半に始まる。ボスポロス王国が勢力を伸ばす中、紀元前4世紀に入った頃に農業基盤を整え始めたケルソネソスは世紀半ば以降、 北西クリミア地域へとその農業領域を拡大し、ボスポロスと共にクリミアを二分する勢力へと成長した。ケルソネソスは交易上の重要な中継地点であり、ロシアの河川や北方の森林からの収穫物も,も含めた農林水産物や塩、琥珀などと地中海世界の手工業製品と交換していたことが都市の繁栄を支えていた。そして、 紀元前三世紀は農業生産の最盛期でもあったとみなされており、それはケルソネソスの最盛期とも重なっている。しかし、その時期にはギリシアとスキタイの戦争が長期化しており、これが交易にも悪影響を及ぼしたことで、ケルソネソスの繁栄に陰りが見られるようになった。他方で、ケルソネソスはその後も一定の自治を保つことには成功している。 4世紀以降に、キリスト教が伝わると、ケルソネソスはそれを受け入れた。ビザンツ帝国に編入されてからは、ケルソンの名前で資料に登場するが、そこではむしろ偏教の流刑地として言及が見られる。655年に、ケルソンへ追放されたローマ教皇マルティノス一世、695年に、失脚し、一度は、ケルソンに追放された皇帝ユスティニアノス二世紀などが、 その例である。8世紀のケルソンは、創始権を主張していたビザンツとハザールのいずれかに、形式的に属していたと考えられているが、実質的な自治は保たれていたのではないかとされている。9世紀には、ビザンツ帝国の手間が置かれ、ビザンツの前哨基地として機能した。また、その頃コンスタンティノポリス創始協庁に属する主教区がケルソンに置かれており、 北方へのキリスト教布教の拠点ともなっていた。この時期から10世紀にかけては、周辺諸国とのつ、さらに12世紀末以降には、イタリア商人の進出が、ケルソンの通商上の地位を下げ、ジョチウルスをはじめとする遊牧民たちの攻撃にさらされ、15世紀頃には、最終的に放棄された。考古学的調査が行われるようになったのは19世紀半ば以降のことで、 ウクライナのポンペイの異名を取っている。第37回世界遺産委員会の会場となった、プノンペンのピースパレスこの物件が、世界遺産の暫定リストに登録されたのは、ウクライナがまだ、ソビエト社会主義共和国連邦に含まれていた1989年9月13日のことであり、かつての暫定リスト記載名は、ケルソネソスの古代都市の遺跡群、紀元前4世紀から12世紀であった。 この物件は、ケルソネソスタウリ家の古代都市とその農業領域の名前で、2011年1月30日に正式に推薦された。これに対して、世界文化遺産の諮問機関である国際記念物遺跡会議は、現地調査を踏まえて登録の勧告を出したが、構成資産の基幹的なストーリーから外れている、ビノグラドニー・ミサキの遺跡は除くべきとの意見がついた。 この勧告を踏まえて2013年の第37回世界遺産委員会で審議が行われた。ビノグラドニー・ミサキの除外は覆らなかったものの世界遺産リストへの正式登録が認められた。この物件は文化的景観に分類されているが、ウクライナの世界遺産の中でその分類に属する物件の登録は初めてである。なお、ウクライナはポーランドと共同推薦していた。 ポーランドとウクライナのカルパティア地方の木造協会軍の登録も果たし、この年の世界遺産委員会で世界遺産を2件増やした。登録に際し、推薦国の同意の上で、推薦名の末尾についていた時期区分が削られたため、世界遺産としての正式登録名は、エンシェントシティオブトーリック・チャーソニツイッツコーラ、サイトアンティーク・デッチャーソニツ・トーレイク・イサチョーラである。 その日本語訳は資料によって以下のような違いがある。古代の城壁、ゼノンの当古代劇場性、ボロディームイル大聖堂と都市遺跡1935年のバシリカ1935年のバシリカが採用されていた旧一フリブニャ紙幣世界遺産の構成資産は発見に分類されているが、うち7件は農業領域の移行である。 古代ギリシアの植民都市の世界遺産ということで言えば、キュレネの高古遺跡、ブトリントなどがすでにあるし、ギリシア植民都市で商業上も重要だった拠点としては古代都市ネセバルがある。また、古代ギリシア以来の農業景観を良好に保存している場所としては、スタディーグラード平原が存在している。しかし、 公益上の拠点だった古代イギリシアの植民都市そのものの遺跡が良好に残り、なおかつ周辺の農業領域との結びつきが伝わっている考古学的景観を備えているという点において、ケルソネソスタウリ家ケは世界遺産としての顕著な普遍的価値が認められた。世界遺産に登録されている古代都市はクリミア半島南西部に突き出た。 ヘラクレーヤ半島のカランティンナ湾トペソチナヤ湾付近に位置していた。都市に残存する遺構の中で重視されているのが街路であり、プラテーヤを含め紀元前4世紀に遡る5番目上に直行する様子が伝わっている。この街路の残る市街地を囲んでいたのが市壁で最古のものは紀元前5世紀に遡る。市壁は市の拡大に伴い、 紀元前4世紀から前3世紀にかけて拡大されたが、保存状態は場所によってかなり異なり、国海の海水面上昇や浸食の影響で北部はほとんど残っていない。他方で南東部の状態は良く、四壁に付随していた見張り塔のうちで最も大きな、通称ゼノンの塔が残るのも南東部である。ゼノンの塔は紀元前3世紀に遡る塔で、 5世紀から6世紀にかけてや9世紀から10世紀にかけて改築された。一般の居住地域には都市の建設当初のものからビザンツ帝国時代に至るまで様々な時代の住居が出土しておりワイン醸造業者の住居なども見られる。また調査からは水利施設の変遷も読み取られており当初は雨水を利用していた給水が古代ローマ帝国時代に 泉から取水する様式に変わったことがわかっている。古代ギリシア植民都市時代に遡る公共建築の中では劇場が重要なものとみなされている。これは紀元前3世紀に建てられ収容人数を増やすために1世紀に増築されたものである。ケルソネソスがキリスト教を授容した後に使われなくなり廃棄物置き場や石切り場扱いされるようになっていたが、それでも オルケストラやプロスケニウムなどを伴う古い劇場の姿が伝わっている。発掘調査の結果、古代ギリシア植民都市時代のアゴラ周辺にはアテナ、アフロディテ、ディオニソスといった神々の神殿が建てられていたことが明らかになっているが、それらはキリスト教家に伴い捨てられてしまった。アゴラがあったと推測されている場所には19世紀に聖、 ボロディームイル大聖堂が建てられている。ケルソネソスでは、ビサンチ帝国時代のキリスト教建造物群も多く、見つかっている。6世紀に建てられ、10世紀から11世紀に再建された、通称、クルーゼのバシリカは、初期に発掘された建物の一つである。6世紀に建てられ、10世紀に改築された通称、ウバルフのバシリカは、その洗礼堂で、 キエフ大公のウラジーミル一世が洗礼を受けたという話もある聖堂である。シナゴーグがあった場所に6世紀に建てられた通称1935年のバシリカは海辺に残るその印象的な佇まいからケルソネス水石の象徴とみなされている。世界三等六名のコーラ、ジョーラは意味するところが複数あるが、この場合は都市国家を囲む農業領域の意味で使われている。 国会北岸の古代ギリシア植民都市のうち、ケルソネソスは、オルビア、パンティカパイオンと共に、三大ギリシア植民地と位置づけられるが、オルビアとパンティカパイオンが農産物を購入や搾取によって獲得していたのに対し、ケルソネソスだけが成立時からギリシア式農業を営んでいた。そして、ケルソネソスに残る多数のクレエロスの遺構は、世界的にも希少なものであり、 古代農業史研究にとって重要な資料と認識されてきた。ヘラクレア半島はタウリカ半島の南西に位置し、その西端にあるのがマヤーチヌイ半島である。ヘラクレア半島には少なくとも128の要塞化された屋敷とそれに付随するクレイロスが残っている。屋敷は外ベート等を備え、食料貯蔵庫を持つ等は後遺線にも対応できるようになっていた。 こうした屋敷の成立は、論者によって、若干のズレはあるものの、概ね紀元前4世紀から前2世紀頃とされており、タウロイなどの襲撃に備えたものと考えられている。クレーロスは、幅4.5から6メートルの道で区切られた、長方形の畑で、各クレーロスは、壁で仕切られていた。ヘラクレア半島のクレイロスについては、そのカムイシェバやワン地区とクルーグラやワン地区の十五 例について詳細な調査が行われており、そのうち5例は畑の用途などまで詳細に分析されている。それらは概ね期限前3世紀から前2世紀に使用されていた屋敷を伴うクレイロスで概要を示すと以下の通りである。これらは標準的なもの、それより大規模なもの、小規模なものから抽出されており、全体の平均的な面積は26.5。 ヘクタール程度とされている。クレーロスの畑の配置には共通性が見られ、方位や土地の起伏を考慮して植えるものが決められていた。そうした計画性から古代ケルソネソス農業の水準が高かったことが指摘されている。蒸気の5つのクレーロス全体に占めるブドウ園の面積は44%を超える上、蒸気の穀物畑の比率は分類上、過大に算出されている。 可能性が指摘されている。こうした調査をもとに、ケルソネソスの農業の特色として、ブドウ園の比率の高さが指摘されている。ブドウはもともとギリシア人がこの地にもたらしたものであり、その比重が高まった背景としては、石灰岩が露出しがちな土壌や気候が、穀物栽培よりもブドウ栽培に適していたことなどが指摘されている。 どう園はクレーロスの中でも南部に配置されるのが普通で、傾斜地などが利用された。ただし、ドウ中心の工作は、西暦2世紀頃までに行われなくなり、牧畜や採石業へと土地利用が転換した。なお、ヘラクレーや半島の諸地域に比べて、マヤアチヌイ半島のクレーロスは、ずっと小規模で、平均すると4ヘクタールであった。このマヤアチヌイ半島も、 城壁で守られてはいたが、百軒件ほどあったと推定されている屋敷は要塞化されておらず、代わりに住民の避難場所として広場が存在していた。個別構成資産についての概要は以下の通りである。推薦時点では、もう一件、ビノグラドニー・ミの農業領域区画が含まれていた。しかし、その価値は、農業領域そのものよりも、中世の洞窟制度、地下制度、 修道院などが中心であり、古代の都市国家と農業領域の景観を示すという観点からは、世界遺産の顕著な普遍的価値の証明に寄与しないものと判断された。前日の通り、ビノグラドニー・岬は除外勧告が出され、世界遺産委員会の決議でもそれが踏襲されたため、世界遺産の登録対象には含まれなかった。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。遺跡付近の海水浴客世界遺産登録範囲は、すべて国有物になっており、ウクライナ文化省の管轄下にあるが、実際の管理を委任されているのは、ケルソネソスタウリカ国立保護機構である。法制上は1999年に、都市遺跡が国定遺跡となり、2010年に、ユカリナ峡国の農業領域も国定遺跡となった。 その他の構成資産を含む世界遺産登録地域全体はウクライナ国内の文化財保護法が適用されている。都市遺跡については野外博物館として一般に公開されている。また海水浴場への通り道になってもいるが、こうした観光客などが保護に与える影響は限定的なものと見積もられている。保護上の脅威のうち自然的要因としては、 沿岸部での侵食作用に対する懸念が挙げられている。他、一部の構成資産については、地滑りの危険性も指摘されている。人為的要因としては、セバストポリ郊外という立地上から、都市開発の影響を被ることへの懸念が指摘されている。また、遺跡では、農牧畜業が禁止されているにもかかわらず、適切な監視が行き届いていないことから、 違法な農業や放牧が行われていることも指摘されている。ありがとうございます。